アビスからの帰路ではタンクツカの体に様々な異常が起きる。これを上昇負荷という。この原因不明の謎の現象はアビスの呪いとも呼ばれ、深層から帰還するほど負荷は重く激しくなる。 OK。 深海一層から地上を目指す際にかかる負荷は軽い吐き気とめまいだ。深海2層から深海1層への負荷は重い吐き気、頭痛、末端のしびれなどだ。深海3層からだと2層の負荷に加えて平衡感覚の異常、幻覚や幻聴が起きる。深海4層では全身の激痛と人体の穴という穴からの出血。I think that's where I stopped watching the anime. 深海5層では全感覚の喪失、それに伴う意識混濁、自傷行為。深海6層からともなると人間性の喪失、もしくは死に至り。深海7層からでついには確実な死となるのだ。Hey, that's a bit dark. 今が安心しろ。お前たち赤笛が潜るのは深度400メートル、すなわち深海1層までだ。ここでの上昇負荷は軽いめまいや吐き気を覚える程度。慣れれば感じなくなる。